消失点とかアイレベルって皆さん聞いたことあるよね。なんだろうっていう話です。これだけはマジで暗記してください。同じ平面上の平行な直線は無限の奥で収束する点っていうね、消失点。同じ平面である必要がある。同じ板で、そこに平行でまっすぐ向かってるものは一箇所でぶつかるんです。この中でどこがアイレベルですか、どこが消失点ですかってことをよくね言う人いるんですよ。同じ平面上の平行な直線、ここはまあ床ですねと、この段ボールは横図で見たときに、この床と段ボールの上の面は、これ2番ね、2番のやつは同じ平面で同じ直線上にあります。なのでこの床面もこんな感じで、あ、ちょっと雑いけれど、まあこれ後で雑くていいっていう、あのちゃんと説明もする。こんな感じで大体1点で交わるってことです。同じ方向を向いてるもの同士はね。ですがここで平行じゃない線たちもあります。この上向いてるこの部分ってさ、これほら全然違う方向見てるよね。あ、全然違う方向いっちゃった。こんな感じで同じ平面上じゃない平行な直線は別の方向で消失しました。このように同じ平面で平行のものは1点で交わる、これが消失点。同じ面でなければ1点で交わらない。直線物が複数の別方向を向いている場合、その数だけ消失点が生まれるっていうのが今言った、あ、別の方向を向いてる場合は別のところで消失したねっていうことが書かれてるわけだ。で、次アイレベルって何なのって言ったらですね、目の高さって意味、目線やカメラなど視点の高さね、まあ、これは分かる、ね、水平線、地平線など天地が分かれている場合に直線として見える。例えばこのティッシュペーパーの方向、もうちょうど今ね、天地ないね、これね、これどこがアイレベルなんですか、どこが消失点ですかってことを結構気にする人出てくるよね、これ。こうそのアイレベル消失点どうでもいいんだよな。さっきも言ったけど、ここの話をしてるんだよ。レイアウトの先の BG の先のレイアウトの先の消失点の話してるんですよ。大事なのはこれだぞ、みんなね。アイレベル消失点はさらにパースのさらに末端部分です。大事だよ、末端も大事ですよ。1動画マン、1仕上げ大事だよ。だけどね、絵コンテ演出シナリオがつまんないものをどうやって消失点アイレベルで面白くするかって無理です、絶対それね。そういうことなの。下の工程っていうのは上の工程がつまらなければ絶対にその後挽回不可能なんだよ。優先順位を間違えないの大事。面白いかつまんないかはそこで決まらないから、はっきり言って。見えて分かったら使えばいいかなみたいな感じ、分かんない時はまあどうでもいいかなって思っていいさ、はっきり言って。そう、